新型コロナウイルス対策などを主な争点に選挙戦がスタートしました。任期満了に伴う東京都知事選挙は今日告示され、午後4時半現在22人が立候補を届け出ました。令和新選組公認の山本太郎氏、無所属の現職小池百合子氏、無所属の元日弁連会長宇都宮健二氏、無所属の元熊本県副知事小野泰輔氏、諸派で NHK から国民を守る党推薦の立花孝志氏、その他ご覧の方々です。東京都知事選は来月5日に投開票されます。